Our next competitor represents the Republic of Korea. Ladies and gentlemen, a warm welcome for Yuna Kim. さあ、世界女王の登場です。韓国のキム・ヨナ、グランプリシリーズすでにフランス大会を制しました。その時はトータルで 210.03、 驚異的な記録を出しました。まずはこのアメリカ大会ショートプログラム、どんな演技を見せるんでしょうか。今シーズンのショートプログラムは映画007よりジェームズ・ボンドのテーマ。最初のコンビネーション、3回転3回転、トリプルルッツからトリプルトーループ、全くブレがなくいいジャンプ決めてきました。さあ、次が一つの課題と言われるトリプルフリップです。トリプルフリップ、これもいいジャンプですね、はい、ブライアン・オーサーコーチがフランス大会は完璧ではなかった、ヨナが完璧な演技をしたら別次元の点数が出るよと話していました。表情の一つ一つにも注目です。ここは柔らかな表情、ダブルアクセル素晴らしいですね。このステップはどうか。この音楽の世界観をよく表現しながらも丁寧に正確なステップを踏んでいます。いやー、キム・ヨナガッツポーズ、貫禄の演技を見せました。いやー、何かこうもうパーフェクトに近いようなそんな演技に見えたんですが、荒川さんの印象どうですか。そうですね、一つ一つ非常に丁寧にこなしているんですけれども、はい、その中で勢いを止めずにしっかりと勢いを保ちながら技をこなしていきましたので、演技全体に勢いがありました。そしてまた表情が一つの曲の中でコロコロとたくさん表現するといった、そういった表情なんかも非常に良かったですね。はい、表現力一つとっても非常に幅が出てきました。これが最初のトリプルトリプルのコンビネーションなんですけれども、これに大きく加点がつくというのは、非常にスピードがある中でその飛ぶ前と飛んだ後のスピードが変わらずに2つのトリプルジャンプを飛ぶという点ですね。しっかりと回転を回りきって3回転3回転余裕を持って降りてきますので、これは加点のつくいいジャンプですね。おそらく10点という基礎点に最大である2から3の加点をつけてくる選手ですので、本当に大きな得点になってきます。
このフリップも非常に良かったですね。はい、練習では少し不安があるように何度も何度も確認をしていたんですけれども、その不安を感じさせないようないいジャンプでした。でこのステップですね。しっかりと音楽を表現しながら複雑にステップを正確に踏んでくる。減点のあまり使用のないプログラム構成なんですね。非常にいいショートプログラムだと思います。この表情の変化、さあボンドガールを演じ切りました。さあ注目は得点です。パーソナルベストは 76.12、 そしてフランス大会で出した得点が 76.08。 現在トップは 58.8 でレイチェフラット、アメリカ。そのブライアン・オーサーコーチの言う別次元の得点が出るのか。もう私にはメンタル的にも別次元に見えますよね。非常に落ち着いていて。さあその得点です。一番下に注目しましょう。ショートプログラムの得点 76.28。 パーソナルベストが出ました。世界最高得点、ショートプログラム、このアメリカ大会で出してきました。いやー驚きました。ブライアン・オーサーコーチの言う通り、別次元の完璧な演技を見せました。